カエデ研究所。はい、皆さんこんにちは。所長のカエデです。そしてプロゴルファーの須藤優太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はゴルフクラブ成田ハイツリーにて研究をしているんですけれども、はい、今日のテーマはですね、はい、ボール検証。ボール検証、はいはい、須藤プロはずっと同じボールを使ってますか？はい、そうですね、同じボールを使ってます。長いこと？長いことですね、はい、今のボールになってからもまあ長いですね、うん、はい、結構私もそうなんですけど、視聴者の方でも多いと思うんですよ、はい、なんでこのボールを使ってるかって言われたら特に理由はないっていう。あ、理由はない、うん、はいはい、なんかいい気がするとか、うん、まあ、これ買ったからこれずっと使ってるみたいなのが多いと思うんですけれども、はい、実際ボール変わるのかな。おお、気になりますよね。思ってますし、はい、まあ、今日の研究の結果で変わるんだとしたら、じゃあ自分は何を選べばいいのかなっていうのも、はい、皆さんの参考になればなと思って、今日はまあ世の中いっぱいボールありますけれども、はい、9種類用意しました。お、こちらです。ダン、はい、こんな感じで9種類用意させていただきました、はい、まあ、結構プロがツアーで使うようなものから、はい、本当にお手頃なものまで、はい、そして飛び系から、まあ、スピンがかかりやすいようなものまで、はい、本当様々ですね、ですね、うん、本当に結構バラバラなものを9種類用意させていただきました、はい、まあ、でも一番気になるのは私は飛び。飛び、はい、まずティーショット飛ばしていきたいじゃないですか、はい、どのボールが一番飛ぶのか、飛び系は本当に飛ぶのか、はい、スピン系は飛ばないのかっていうのも気になるので、はい、そしてね、あの研究員の須藤プロはですね、はい、あのとてもいい感じで毎回同じスイングをしてくれるんですよね、はい、所長、はい、所長はちょっと毎回変わってしまうので、はい、一概にこれは飛ぶ飛ばないって言えないんですよ、はいはいはい、なのでちょっと研究員の方に来ていただいて距離を見ていきたいなと思っております。はい、所長のロボットになります。はい、なので9種類あるので最低でも9スイングはしてもらわなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、ちょっと体力温存していただいて、はい、同じスイングスピードな感じで打っていただけるとです。あとプロなので打感とかもちゃんと、はい、ちゃんとあの把握してね、はい、お伝えできるようにしてください、はい、ということですね。はい、わ、はい、かりました。頼みますよ。はい、わかりました、はい、所長、はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この中に9種類のボールを入れました。はい、はい、引いていただいて順番に。あ、おみくじ形式ですね。はい、おみくじ形式で。じゃあ1球目、はい、じゃあ何が出るかな。さあ1球目、はいはい、じゃん。 お赤が出ました。ボルビックですね。当たりですね。当たりです。当たり1個だけ赤だったかな、はい、1球目はじゃあボルビックのビビット。はい、ボルビックのビビット、はい、マットな質感で、マットな質感で、はい、ちょっと柔らかそうな印象です。はい、打感が柔らかいんじゃないかなっていう印象。おお、どうなのか、はい、やってみましょう。はい、はい、いきます。いきます。はい、うわ、ナイスショー。めちゃくちゃいい球じゃないですか。いいボールですね。ナイスショー、ありがとうございます。さあ、ただ見失いました。もう見えないですね、お次はね。赤いボールってちょっと見えなかった。目立つのかなと思いきや、はい、結構と、あ、結構飛んでません？279ヤード。おお。結構平均的な感じだった。そうですね。僕の中で208ヤード平均ぐらいな感じですね。距離に対しては、はい、まあ、結構いつも通りな、いつも通り感じで、はい、打感はどうですか？打感はね、柔らかいは柔らかいんですよ。あ、イメージ通り。はい、結構重たいです。重たいってどんな、はい、どんな、なんて言うんでしょうね、こう打った時の抵抗があるなっていう印象です。パーンっていなくなるんじゃなくて、はい、よいしょみたいな感じ。そうそうです、そうですね。どっちかってそういう感じ。ちょっとこうインパクトがグググって押していくような感覚が出るようなボールでしたね。それって曲がらなそうなイメージも持てるんですか？はい、あ、そうですね、曲がらなそうな感じはすごく持てます。お、はい、まあ、実際にボールもね、いいフェードボールでしたけど、はいはい、なんかあの感じが打てそうだなっていう印象ですね。ナイスショットですね、はい、279ヤードでした。はい、はい、じゃあ続いて2球目いきます。はい、さあ、さっきは当たりでしたが、じゃあシンプルに1番目をちょっとする。はい、ダン。こちらがファスコ株式会社から出ております、はい、ゼウスインパクト。ゼウスインパクト、はい、神のインパクト。あ、確かにインパクトこれはですね、はい、一応非公認級でございまして、なるほど、はい、飛
距離をモチーフにした。なるほど、飛距離が売りです。売りですね、はい、飛距離を売りにしている、はい、ちょっと飛行人級にはなりますけれども、はい、ちょっとこちら気になりますね、はい、これ今ね一番上にあったんですよ、手を伸ばした先の、はい、でね、さっきの、ボルビックのビビットに比べると真逆で、もうツルツル、あ、結構こう食いつかない感じなんで、はい、どう出るかっていうのは楽しみですね。触り心地からもうまず違うと、はい、はいはい、じゃあ行ってみたいと思います。なんかね、ボールもちょっと軽い感じがします。え、ボール自体がですか。はい、へえ、そっか、重さっていう着眼点、これね、見て、だって乗らない、乗らない、ちょっと乗らない。そんなことあります？それ、あ、俺の、あ、でもつるっとしてるからですか。そう、つる、ほら、こう、わかります？こう動くの、こうやって。へえ、こうやって。キャスコのジェイスインパクト、ジェイスインパクトいきたいと思います。いきます。うん、これもいい球。ちょっと高くなりました、さっきよりボールが。高くなりましたね、高くなりましたが、はい、めちゃくちゃ軽い。今度ね、全然打ってる感じしない。あ、さっき1球目とは全く違う感じ、はい、まあ、ややちょっとヒール気味なんですけど、はい、かなり軽い。打ってる感じしないってどういうことですか。なんかこう逆に抵抗がまたぐらい、 T をこうやって打ってる感じぐらい軽いです。空振りじゃないけどみたいな感じ。あ、もうそんな感覚。へー、278ヤード。あれ、はい、さっきいくつでしたっけ。さっき279です。もうすごい再現性、はい、いやでも、うん、あのさっきより当たりちょっと悪いんですよ。あー、ヒール側に上がってるんで、それでいてあの距離が出るってことは、あ、まあ、もしかしたら、ね、飛んでるかもしれない。あの球の高さっていうのは、はい、やっぱちょっと上がりやすい感じだった。上がりやすい感じしますね。最初から結構パーンと上がってた感じなんで、うんうん、なんかこうノースピンで飛んでってるような感じはありますね。いわゆるフライヤーしてる感じの飛び方、スピン量が減ってる感覚もあるってことか、うん、ありますありますあります。なんかそんな感じの飛び出し方だったんで、はい、一応それで言いますと、直径が42ミリってことでスモールボール。あ、やっぱり小さいですね。ちっちゃくて軽い。反発係数がルールを超えている。へー、アップするはずだって。反発係数だと球離れも速くなるのかな、もしかしたら。だから軽く感じてる可能性はありますね。さっきのボルビックの方が全然こう食いついてて、はい、押してる感じだったんですけど、ほんと一瞬でポンって飛んでいく感じなので、やっぱり挑戦性はある感じですかね。まあそうですね、はい、球ボールがこう左右に曲がる感じじゃないと、もう出たところにこうそのまま飛んでいくっていうような印象だと思いますね、うんうん、イメージとして、はい、風が強かったらもしかしたら影響される。はい、影響されない方になってくると思います。へえ、はい、軽くても、そう、あの打感は軽いんですけど、ただボール自体は多分スピンが低いので、スピン量が少ないので、あの、あんまりこう左右に、はい、スピン量が増えるとやっぱこう風の抵抗を受けやすいんですけど、スピン量が少ないんで風の抵抗は受けにくいと思います。おー、すごい、はい、なんかすでに研究ちょっとちゃんと成果が出てますね。ちょっと2つ結構対照的なボールだなっていう感じしましたね。早速ね、結構真逆なものが来ましたが、うん、3球目いってみましょう、うん、はい。なんかオイル塗ってるぐらいの高鳴ったな、さっきの。つるっと、つるっと、はい、次3球目です。はい、この辺いってみようかな。はいはい、はい、あ、これがカークランド。あの、こちら、はい、結構多分巷では有名な、はい、コストコで売っているものになっておりまして、はい、聞いたことあります。コスパがすごくいいみたいなんですよね。あ、こちらですね、このパッケージですね。はい、このパッケージです。はい、コストコに行かれる方ぜひチェックしてみていただきたい。これあれですか、30ダスぐらいで買えるんですかね。まとめてコストコ、大まとめ買いだね。2ダスセットで、あ、でもやっぱりその時点でね、結構あのまとめ買いなんですけれども、はい、コスパがいいと噂のこちら、はい、名前は聞いたことあるんですけど、打ったことないですね、はい、まだ、うん、正直あのこのパッケージだと私は性能についての のあんまり分かんないので、英語がね、読める方をちょっと次に研究員としてそうですね、はい、募集しております。募集して、はい、ではこちらのカークランド打ってみたいと思います。いきます。触った感じはどうですか。触った感じはですね、まあ僕がいつも使ってるボールに結構似てるかな。ただどっちかっていうとちょっとツルツル系ですね。あー、ツルツル系、はい、重さも、まあ、そんなに重たくはないなっていう印象です。じゃあカークランドいきます。ナイスショー。これもちょっと高めの球で、ちょっと高めの球ですね、はい、でもいいフェードですよね。はい、いいフェードです。ナイスショットです。打感もすごく、うんうん、あのいいですね、はい、やっぱちょっとスピン量が多いですね。お、
はい、カークランド、はい、一応まあスピン系の、ボールツアーでも使えるような。なるほど、はい、少しボールの吹き上がり感がありました。あ、そうですね、261ヤードおー、261ヤード、少しだからちょっと高く上がってスピンが入ってっていう感じだったんですかね、はいはい、そうですね、そんな感じかなっていう印象ですね。ただ打感はすごく良かったです。柔らかさはちょうどいい、僕が結構好きな感じの打感。またこれがアプローチ感になってくると、そうですね、アプローチでまた性能を発揮する可能性がありますよね。なんか僕も印象的に、まあ、そのコスパがいいボールっていう風な、はい、コストのことを考えた時にやっぱどうしても距離もそうですけど、うんうん、アプローチの時にやっぱりコントロールができないっていうイメージなんですよ、うんうんうん、なのでなんかその辺も結構対応してくれるんじゃないかなっていう飛び方でしたね。バランスが取れたような感じで、はいはい、そういう面でもただ単に本当値段がお安いだけじゃなくて、はい、総合的に見てコスパがいいんじゃないかと、いいんじゃないかなっていう印象があります。で多分あのささくれができなさそうな感じのボールですね。ああ、はい、結構カート道コツンとか行っちゃっても、まあ、行ったりとか、まあ、あのウェッジとかで削れすぎるみたいなことはないんで、もしかしたらそういう意味でも結構継続的に使用できるかもしれない。耐久性が、はい、あ、まあ、ここは僕が持った印象、触った印象ですけど、そこまでわかるんですね。そんなイメージです、はい、ナイス研究員。 ありがとうございます、はい、一応3球、はい、今のところ同じボールで、はいはい、大丈夫ですかね。ナイスですね、はい、ありがとうございます、はい、ナイスですねはい、続きまして4球目になります、はい、なんか楽しいな、この研究楽しめてます、はい、研究の結果も大丈夫ですかね、ちゃんと研究の結果もすごくいい感じで、はい、じゃあ4球目、はい、まだ折り返し時点ではないですね。じゃあこれでいこうかな、はい、ダン、はい、あ、キャロウェイ来ました、はい、キャロウェイがクロームツアー X、 クロームツアー X になります、はい、あのツアーの中でも多分使用されている、はい、契約選手が使用されていることが多いボールではあると思うので、はい、まあ、本当にツアーで使用されているボールですね、はい、これはね、いわゆる本当にプロが使うような、はい、なんていうんですかね、お手本のようなボールなイメージですよね、はい、はい、まあキャロウェイのボール特有のこの六角形ですね、うんうんうん、はい、じゃ触った感じとかも、あ、触った感じはですね、やっぱしっとりしてます、どちらかというと。で、やっぱ重たいです。え、なんか最初の、ボルビック打ちました、はい、2球目3球目のボールに比べるとやっぱりすごい重たいです、はい、今までの4球の中で一番重いですか。4キロの中でいくとボルビックが一番重たい。へ、はい、これもう完全に僕の感覚です。まあ本当指の感覚なんでどうなのか分からないですけれども、はいはい、重い、まあルールボールの重さっていうのはルールがあるので、うん、その範囲内っていうところ、重くても軽くてもダメなんですか。あのルールのその上限っていうのはあるんです。へえ、ではキャロウェイ行ってみたいと思います、はいはい、行きます。クロームツアー X、 じゃあそれでは、はい、キャロウェイ、キャロウェイのクロームツアー X です。クロームツアー X、 はい、行きます。おお、これは須藤プロのいつもの球の高さっていう感じがしましたけど、はい、そうですね、はい、ちょっとこれもね若干ヒール気味、へえ、うん、ちょっと飛んでないかもね。これ267ヤード、はい、267ヤード、うん、でも逆に、はい、今ちょっと当たりがってなってた感覚としてはぴったり、はい、まあそうですね、そのぐらい落ちちゃうんじゃないかなっていう感覚はあります、うん、ただやっぱり曲がんないですね、ボールがね、曲がんないですね、はい、結構前にも行くし、うん、その曲がり幅もほとんどないような感じで、今のところ一番センターに近いかもしれないですね。まあ、そうですね、はい、まあ、大体同じような位置にはあると思いますけど、まあ、あの若干ヒール側に当たっても、まあ、ある程度前には行ってくれたかな。やっぱ抵抗というか重さはしっかり持った感じと同じような感じであるかな。じゃ今のところの研究の感じで言うと、持った時の重さと打った時の重さ、打感の重さっていうんですかね、はいはい、結構比例してる、うん、感じがあります。ナイススタディです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次行ってみましょう、はい、ここまで4球終わりましたね、はい、5球 ?4球終わりました、はい、はい、続いて5球目になります、はい、5球目いきます。お、だいぶしっとりしてる、バン、お、黄色、これは所長、漢字です、漢字だったらいけます。英語じゃないです、はい、こちらですね、はい、T&D 株式会社から、はい、飛翔ですね、飛翔、飛ぶに巧ですから、飛ぶに巧み、そしてボールには極みも書いてあります、極みも書いてる、はい、まあ、これは本当に見て分かる通り、あの飛び系の
ボールになっております、はい、これもですね非認定球となっておりますので、あ、はい、まあ、競技とかでは使えないと思うんですけれども、はい、どういう結果になるのか、はい、持った感じはですね、まあ、そこまで、あのキャンスコさんの、非公認ボールよりかは、重さはちょっとあります。たださっきのキャロウェイに比べると軽いです。はい、でしっとりはしてるんですけど、はい、硬そうな印象。表面はしっとりだけど、はい、なんか全体的にちょっと硬そうですね、うん、っていう印象です。行ってみましょうか。はい、はい、いきます。なんかねこれはイメージですけどね、インパクトの音が大きくなりそうな気がするな。足は硬そうっていう印象からですか。あ、そうですね、硬そうな印象からですね。よし、じゃあ行きます。はい、うわすごい音。やっぱちょっとスピンがない感じはしてるけど、高めの球でしたね。さあ、確かにすごい音。これ私すごい音するかもって今おっしゃってたんで、うん、はい、ちょっと構えてたんですけど、はい、同伴者の方が打ったらちょっとすごい音って思うかも。お、結構じゃあやっぱインパクト、はい、してましたね。音量が全然違うかも。281ヤード。おお、281。本日最高記録ですね。はい、まあ本当に本当数ヤードの違いではありましたけど、で、ね、はい、でもなんか球の高さ的に、はい、あんなに上がってあんなに飛ぶ？そうですね、高さはやっぱり打ち出しはパーンと高かったですね、うん、はい、ただやっぱちょっと僕のイメージよりも少しやっぱ右にこう切れる量、右にこう曲がってくる量がちょっと大きかったんで、なんかスピン量がないからやっぱ球の高さが出るけど、はい、やっぱちょっと滑っていっちゃうのかなっていう印象ですね。多分ボール自体はしっとりしてましたけどね、はい、思ったよりはその、はい、ギュギュッとする感じではなかった。なく、はい、まあ、打感はねそんなにでも球離れが早い感じもしなかったんですよ。なんですけどちょっと実際にボール見てる感じだと思ったよりもちょっと右にスライス系が出てるから、もしかしたらなんかその辺がまあスピン量が少なくなってきた影響なのかもしれないですね。はい、まあ、ただそれは飛距離につながっていると。あ、そうですね、はいはい、けど触った感じはあの同じ非公認球の2つでも、はい、触った感じとかも全然違いますし、そうですね、もちろんどっちも飛んでるんですけど、うん、こんなになんかもう皆さん の,、ね、あのボール作ってる方たちの研究の感じもなんか伺えますよね、はい、そうですね、面白い、はい、はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、さあ折り返して次が6球目ですね。6球目です、はい、あと4球になります。はい、じゃあこれでいきます。あら、めちゃくちゃツルツルしてます。ダン、あ、出ました。ホンマ D1 ですね。ホンマ D1 です。こちらも結構、はい、あのコスパのいいボールということ で, そうです、ね、有名ですよね、はい、ゴルフ場行くと本当に見かけますよね、ホンマのボール。ボール探してて、ホンマのボールももちろん見かけますし、はい、あの一緒に回ってる方も使ってる方、はい、かなり多いんじゃないでしょうか皆さん、うん、ね、皆さんが使っているボールは、うん、つるっとしてました。つるっとしてますね、印象的には。はい、では行きます。僕も打つのは初めてです。あ、そうなんですね。はい、行きます。ナイスショー、うん、いいボール、はい、ど真ん中行きました。ど真ん中行きました、うん、ナイスショー、はい、比較的打感は柔らかめ、そして軽めですね。軽め、はい、あ、ボール持った時は？ボール持った時はね、そんなに軽さは気にならなかったです。まあ、ツルツル感はあったなっていう印象ですけど。打ったら軽かった。打ったら273ヤードです。おー、273ヤード、うん、ちょっと今回の検証でいくと平均的な距離、はい、そうですね、平均的な、で、はい、結構曲がりも少なくフェアウェイと真ん中で、はいはい、いつもの自分の球とあんまり変わらない。まあそうですね、あまり変わらないですね、うん、ただやっぱちょっと高さは若干低いぐらい、うん、まあでもほとんど変わらないですかね。主張としても結構見慣れた球だなっていうような感じで、はいはい、やっぱこれはコスパはいいじゃないですか。やっぱりあの打感も良かったですし、うん、まあ、なんか変にこう飛びすぎ球離れが早いとか、うん、コントロールできなさそうな感じの打感でもなかったな、うん、まあ、実際にボールの飛んでいく、ね、こう軌跡というかを見ても、うん、まあ、そんなに、うん、あの荒れるような感じでもなかったので、うん、はい、イメージ通りのボールが出たと。須藤プロの感想を聞いてても最初の印象のあつるっとしてるっていうところ以外はなんかいい意味で特段ここがこうなってるっていうものが なんかなさそうというか、はいはいはい、平均点が高そうな、あ、そうですね、うん、そんな感じの印象ですね、うん、感想を聞いてるとそんな感じでした、はい、やっぱ噂通りコスパは良さそうですね。コスパは良さそうですね、はいはい、では次行ってみましょう、はい、残り3つになりました。残り3つ、はい、はい、結構草刈りじゃ
これで。できましたよ。はい、ダン。あ、スリクソン、はい、来ましたね。はい。ジェットスター。Z スターダイヤですね。Z スターダイヤ。あ、これは結構スピン系の種類になるんですかね。アイアンのスピンに結構特化した。ああ、そうなんですね。これはダイヤ一番新しいモデルですね。はい。結構プロも変えてる方いますよね。そうなんですね。はい、打っていきたいと思います。はい。ボールの数字のね、うん、ナンバーカラーがゴールドでかっこいいですよ。おお、はい。触った感じは意外とツルツル系ですね。意外とツルツル系、はい、思ったよりツルツル系で重さはやっぱりそこそこ重さはあるなっていう印象です。はい、うん、あ、捕まってる。悪くないですね。そうですね、曲がんないですね、これも、うん、いや打感がめちゃくちゃいいっすね。へー、はい、正直一番好きですか、打感で。打感ね、一番好きヘッドとの相性もあるかもしれないでも、はい、そうですよね、はい、だってスリクソンなんだもん。そう、僕が使用しているドライバーがスリクソンなんで、はい、もしかしたらこうヘッドとの相性ってやっぱりあるかもしれないですよ。これ皆さん、あ、287ヤード。おお、え、一番飛んでる。でも確かに球筋的にも、はい、すごい捕まって捕まってましたね、今ね、球でしたよね、はい、一番飛んで、あ、やっぱ相性が、はい、だもしかしたらドライバー皆さんが使ってるメーカーさんのボールっていうのは、うん、やっぱ一番このクラブとの相性が良くて、うん、これ開発だってそれはそうですよね。そう、そう使ってますから。そうそうそう、テーラメイドはテーラメイドのボール使うだろうし、うん、キャラウェイはキャラウェイのボール使うだろうし、確かに、はい、スリクソンはスリクソンのボール使うだろうし、ブリストはブリストのボール使うだろうし。そうね、結果ももちろんですし球も良かったんですけど、うん、やっぱり打感が好きとかっていうのも大事ですよね。まあもちろん大切ですね、やっぱりね、芯に当たった時の打感でやっぱりいいイメージっていうのは絶対出てくるんで、うん、はい、なのでそういう打感はすごく大切だと思います、うん、はい、でやっぱスピン系っていう風に歌っていてもやっぱりそういう相性でしっかり距離っていうのはヘッドスピードとの兼ね合いで出てくるっていうのもあるかもしれないので、うん、はい、はい、すごい面白い結果じゃないですか、面白いですね。だってスピン系、アイアンでのスピンに結構特化したボールということだったので、はい、うん、いや、なんか分かんないですね。はい、はい、じゃ あ、 あともう2球になりました。はい、はい、はい、これ2球になりました。いきます、ダン、はい、はい、あ、ブリヂストンですね。ブリヂストン、ツアー B、 ツアー B、XS、はい、こっちはだから完全にスピン系のツアーボールですね、うん、はい、そうですね、はい、タイガーが使ってる、はい、タイガーが使ってる、はい、ツアー BX、はい、S、 これいってみましょうか、はい、いってみます。やっぱキュッキュッっていう感覚なんですか、触った感じは。触った感じはですね、うん、まあでもすごい食いついてくるわけじゃないですけど、はい、やっぱりこのディンプルにすごい特徴があるので、うんうんうん、やっぱそのディンプルのこの凹凸感っていうのは、まあなんかすごい独特だなっていう印象があります。はい、はい、これもねちょっと軽く感じますね、ボールが。あ、そうなんですね、はい、少し意外というか。そうですね、はい、僕もちょっと持った感じは少し軽く感じます。はい、はい、お願いします。はい、ザ・ BXS いきます。はい、プロ使用率もね高いですよね。そうですね、おー、ナイスショー。はい、ありがとうございます。まあ、これもなんか正直よく見る球って感じですね。そうですね、うん、僕の須藤プロらしい球ですね。持ち球っぽい感じですね、うん、はい、なんか打った後の反応的にも、うん、なんか想定内みたいな感じでした。まあそうですね、うん、打感はね柔らかさもあるんですけど、うん、意外と弾き感もあるなっていう印象ですね。あ、そうなんですね、はい、スピン系だけど、はい、271ヤード。おお、結構平均的な、はいはい、距離になってきましたね、うんうん、はい、ドライバーもしっかり、ま、曲がりもそんなに、うん、とか全然なかったですし。そうですね、やっぱりこうボール自体は吹き上がりもそんなになかったですね、うん、スピン系って言っても、はい、乗ってる感じとか。乗ってる感じはすごいあります、うん、はい、なので、まあ、弾くっていうのがパーンと離れるわけじゃなくて、うん、なんか乗りながらもこう少しこう押してって、うん、こうボールを落ちさせてるような感覚があったなっていう弾き感ですね。距離が落ちる方じゃなくて、はい、いい飛ぶ方の弾きなんだけどってことですね。そうです、そうです、そうです、はい、プロがねみんな使っているだけはあるなという感じですね。やっぱり分かってたけどいいボールみたいな感じですね。いいボールですね、はい、はい、じゃあ最後行ってみましょう、はい、もう引く必要はないと、はい、もうそうですね決まっております。最後がですねキャスコ、はい、キャスコエースです。キャスコエース、はい、キャスコからキャスコエース、キャスコの本気っていう書いてありますね。お、はい、こちらもそうですね、こちらも結構飛びに特化した
なるほど、はい、限界初速を発揮というふうに書いてありますので、はい、結構初速が出るボールなんじゃないかなと思います、はい、5人球ですね、はい、5人球ディンプルはちょっとあのブリヂストンさんに似てる感じですけどちょっとディンプルの幅が大きいですねこれはね、はい、5人球のだから基準の中で最大の初速をきっと求めているんだと思います。 A 級の初速なんですね、はいはい、じゃあ最後になります。いきます、はい、お、捕まった。うん、いいボールですね。ナイスショット。ありがとうございます。はい。あ、結構飛んでそうですよ。飛んでそうですね、今の。感覚はどうでした？感覚はね、重たいです、ボールが。あ、重たい。はい、重たい。押してるなって感じですか？押してる印象はすごくあります。なんか初速がって書いてたので、はい、結構パンと弾くかなと僕もね、印象的に思ったんですけど、結構重たくボールを押してる感じありましたね。285ヤード。おお、やっぱり。やっぱ飛んでますね。はい。曲がりも全然なかったです ね、 ですね。ボールの強さがありましたね。ほとんどストレートな感じで、はい、そうですね。で、はい、重いんですね、うん。結構重たい印象がありました。なんでこれも結構風の影響をあんまり受けないんじゃないかなっていう感じの、あ、まあ打感もそうですけど飛び方も結構棒玉っぽかったので、あのスピン量がやっぱりこうそんなに入らず、はい、まあ一定している感じ。で飛んでったのかな。なんで思ったよりもちょっと曲がってこなかったのは、まあ、ボールのその曲がりっていうのがに対しては強いんじゃないかなっていう印象を受けました。拳曲がらないような球 だ、はい、だったんですね、はい、わすごい。ボールに強さをこう出してくれるような感じのボールですかね、うんうん、はい、はい、以上9種類打ってみたんですけれども、はい、触った時の感覚とか、はい、あと打感とかも本当それぞれだったと思うんですけれども、はい、だからなんだろう、それによって飛ぶ飛ばないが結構決まってないんだなっていうのは、うん、確かにそうですね、うん、はい、軽いってなっても、うん、重ってなっても結構距離も、はい、そんなに今回ばらつきもなかったですよね。そうですね、最大15ヤードぐらいですかね、はい、そうですね、うん、一番上と一番下でも15ヤードぐらいの違いだったかなと思います、うんうん、はい、とにかく飛ぶものがいいという人もいると思いますし、はい、まあ、セカンドだったりアプローチが大事だよという方もいらっしゃると思いますけれども、はいはい、9種類も本当それぞれそうですねだと思いますので、はい、やっぱり高人級非高人級で、非高人級っていうのはやっぱりヘッドスピードが遅い方に向けてっていうところもあったりするので、うん、逆に言うと、はい、スープロのヘッドスピードだと十分性能が発揮できないっていう、はい、確かに、なるほど、そうか、プロぐらいあのヘッドスピードが出る方だと、ま、差が結構出なくなってくるものなんですかね、はい、うん、それもあるかもしれません、やっぱりボールって、はい、あのドライバーとかっていうと潰れてなんぼっていうところがあるので、逆に潰れすぎちゃってるっていうところもあるのかもしれないですね、うんうん、インパクトの瞬間を超スローで見たらってなってるってことですか、ボールが。あ、そうですそうです、ボールがうーん、で飛んでってる、これで飛ぶってことですか、はい、そうそれもあるので、まあ、だからこそ相性もやっぱりあるんだと思います、ヘッドとね、はい、あ、そうですね、スノープロも実際あのスリクソンのボールで、はい、スリクソンのドライバーで、はい、やっぱ相性が良かったっていうところもありましたので、うん、はい、本当皆さんそれぞれだと思いますので、はい、試してみて自分に合うものを見つけてみてください、はい、そしてあの私たちが知らなそうなボール、こんな珍しいボール見つけたよっていうものがありましたら、はい、ちょっと研究させていただきますので、はい、コメントの方お待ちしております、はい、じゃあ本日もいい研究でした、いい研究でした、ゴルフ界のノーベル賞を目指して、ハリー。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てねー。